皆さんこんにちは。毎年毎年次から次へとどんどん可愛い女子プロゴルファーが出てきますよね。最近ではカジュアルな可愛いウェアなども増えて、女子ツアーの試合を見ていてもなんだかとても華やかです。そんな華やかな女子プロゴルフ界を今回は私が個人的に思う可愛い女子プロゴルファーランキングトップ10を勝手につけさせていただきました。第10位、臼井麗華選手。1998年12月7日生まれ、栃木県鹿沼市出身の臼井麗華選手は3歳からダンスを始め、4歳から水泳も習い、学生の頃は 50m 走で学年1位になるなど運動神経がすごく良かったようです。小柄で端正な顔立ちで、インスタグラムや TikTok などでたびたび可愛いゴルフウェア姿を投稿しており、すごく可愛いなどの数多くのコメントが寄せられました。そんな臼井麗華選手のことを同期で仲が良い稲見萌寧選手はギャルと表現しており、ギャル部門代表としてランクインさせました。ツアー未勝利ですが2位タイが2回あるなど初勝利まであと一歩です。第9位、植手桃子選手。1997年9月10日生まれ、兵庫県神戸市出身の植手桃子選手は北川景子に似ていて美人で可愛いことで有名です。ウェアや私服姿なども可愛いです。高校時代に兵庫県の名門滝川第二高校のゴルフ部に所属していて、2013年の兵庫県高等学校ゴルフ選手権では見事優勝を果たしました。5回目のチャレンジでプロテストに合格した苦労人、努力家でもあります。ツアーの最高成績は大東建託いい部屋ネットアクサレディスの58位タイですが、これからどんどん活躍していただいて、テレビで見れるのを楽しみにしています。植手桃子選手のインスタグラムには可愛い写真がいっぱいあります。ぜひフォローして覗いてみてください。きっとファンになると思います。第8位、松田玲選手。1998年1月24日生まれ、滋賀県彦根市の松田玲選手は高身長のモデル体型で、ゴルフウェアも私服も抜群の着こなしです。松田玲選手といえばボタンを一番上まで止めて襟を立てるスタイルで有名ですね。お父さんとお姉さんの影響でゴルフを始め、現在も家族で野球観戦に行くなど仲の良さがうかがえます。お姉さんも美人で、松田玲選手のキャディーを務めることもあるそうです。ツアー優勝こそまだなく、ここ数年は伸び悩んでいますが、トップ10入り14回と優勝できる実力は十分です。素敵な笑顔で優勝トロフィーを掲げている姿を見れることを期待しています。第7位、柏原明日香選手。1996年1月30日生まれ、宮崎県宮崎市出身の柏原明日香選手は171センチの高身長で可愛さと綺麗さを併せ持つ抜群のビジュアルです。クールビューティーの名の通り、黒や白のパンツを履きこなす姿はモデルそのものです。子供の頃にお父さんがジュニア教室のイベントに連れ行ったところ、インストラクターの先生に、この子には才能があります、伸ばしてやるのが親の責任ですよと言われたそうです。すでにツアー2勝を挙げていますが、アマチュア時代にプロツアーでトップ10に入るなど、プロ入り前からかなり注目されていましたが、プロになってからなかなか優勝できず、6年目に待望の初優勝した際の涙を流した姿が印象的です。第6位、青木瀬令奈選手。可愛い若い選手がたくさんいる中で、30歳に突入した青木瀬令奈選手も実力でも可愛さでもまだまだ負けていません。成田美鈴選手とともに宝塚歌劇団のファンとしても有名ですね。小柄な体で他の選手と比べると飛距離こそないものの、安定感あるショットとパッティングの技術でツアー4勝。ゴルフは飛距離じゃないということを思い知らさせてくれる選手です。飛距離に自信がないゴルファーにはぜひ注目してもらいたいです。第5位、宮田聖夏選手。1997年11月7日生まれ、東京都町田市出身の宮田聖夏選手はとにかく可愛い、笑顔が可愛いです。そんな可愛らしいルックスだけでなく、スタイルも抜群で、私服姿はもはやモデルや女優のようですね。
宮田聖夏選手といえばおでこが広いという印象ですが、それがまた可愛いという声も多いです。高校入学までクラシックバレー、水泳、バスケットボールなどをやっていて、全然違うスポーツなのに運動神経が良かったのですね。最近は予選落ちが続いていて、なかなか試合でテレビに映る姿が見れないので、活躍してたくさん映ってくれることを祈っています。第4位、小祝さくら選手。北海道北広島市出身の色白キュートな黄金世代の一人である小祝さくら選手。小祝さくら選手といえば、ド天然で優勝時やインタビュー時に発する天然コメントにファンやメディアも大注目します。 CAT レディースの優勝会見で、副賞のショベルカーについて、初めて CAT レディースに出た時に親も会場にいて、雪かきにいいよね、雪が多い日とかは近所のコンビニに行くのにも使えたらいい、この発言でみんなの心をわしづかみにし、ベストコメント部門を受賞しました。バラエティ番組に出演した際も、その独特のキャラクターで大活躍です。そんなおっとりほんわかした姿に癒される人も多いはずです。もちろんゴルフでの活躍も素晴らしく、生涯獲得金額は約4億8000万円と、20代前半にしてもサラリーマン2人分は稼いでますね。今シーズンも天然桜説を聞けることを楽しみにしています。第3位、イボミ選手。韓国人選手じゃんって思われる方もいるかもしれないですが、やっぱりイボミ選手は可愛いですよね。ってことで第3位にしました。今年10月のノブタグループマスターズ GC レディースで日本ツアー引退を発表しており、もう日本で見られることはなくなるのかと思うと寂しい限りです。2011年から日本ツアーに参戦し、日本国内ツアー通算2軸1勝、賞金女王2回と華々しい成績を残しました。いつもファンの方に笑顔で日本語で答えてくれていて、そんなイボミ選手の虜になった日本のファンも多いことでしょう。韓国に戻っても心の底から応援します。第2位、原恵梨香選手。あれ ?1 位じゃないの?と思った方も多いと思います。スタイル抜群の8頭身美人ゴルファーで、ゴルファーにしておくのがもったいないくらいの美貌です。ジャンボ尾崎さんの愛弟子としても有名で、豪快で綺麗なスイングから放たれるドライバーショットも魅力的です。通算成績はツアー4勝。獲得賞金は約2億7000万円と素晴らしい成績に見えますが、ここ2から3年優勝から遠ざかっており、本人も師匠も満足していません。今年は良くなってきている。ゴルフ以外でいつも主役だけど、ゴルフで主役になってもらわないとな、とジャンボ尾崎さんが話していました。ツアー優勝してエリカスマイルが見れることを期待しましょう。第1位、西村優菜選手。栄光の第1位に輝いたのはプラチナ世代の西村優菜選手です。150センチの小柄で色白健康美人の西村優菜選手は、いつもニコニコ笑顔で可愛い声と雰囲気を持ってる美人ゴルファーです。その笑顔と可愛い受け答えで、ファンやメディアからの好感度はかなり高いと言えるでしょう。プロ入り3年目ながらすでにツアー6勝、生涯獲得賞金は約3億3000万円。実力と華やかさを持つ、まさに次世代のスター候補です。今シーズンからアメリカツアーに挑戦しており、その愛嬌の良さとプレーの質の高さで、きっとアメリカのファンの心もわしづかみにするでしょう。以上、ランキングトップ10でした。まだまだこれからの若い選手や、中堅選手まで日本の女子ゴルフ界の未来は明るいですね。この10人を試合で見かけたら、ぜひ応援してみてください。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この選手共感できるとか、この選手も可愛いよなどがあれば、コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。